はい、皆さんこんにちは。今回はですね、スバルブラッドのブルーバージョンにね、このモンスタービートルから借りてきたタイヤをねつけております。で、このタイヤをつけるにあたってね、あのフロントナックルが、結局、モンスタービートルのやつを使わないといけないんでね、こっちにちょっとだけ借りてつけております。で、ボディマウントをねちょっと上げないといけないんでね、ボディポストにスペーサー入れたりとかしながら調整しました。いかがでしょうか。青い感じのね、青に金のホイール、私好きな色なんでね、すごくかっこよく見えます。相変わらずドライバーの顔はキョトンとしておりますがはい。で、これね23ターンつけてね、あのシャーシがね、ブラッドのクロムコイン限定シャーシですね。モンスタービートルとは違いますけれども、これ23ターンこれにもつけてちょっと走ってみたいと思います。ではやっていきましょう。でしたでしょうか。なかなかね迫力のある橋になったんではないかと思います。これね、まあ走らした中ではトップクラスに楽しい車ですね。またね、これ今度ねオフロードのフルコースをねこれで走ってみようかなと思ってますのでね、またそれお付き合い願えたら嬉しいです。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくお願いします。それではさよなら。